チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、五輪はスポーツの祭典、ムン大統領、会談じゃなく競技出場で来てね、についてです。映画、ブラックウィドウを見てきました。面白かった。やっと公開されてやっと見られて嬉しいマリナです。本日は前振りとして、ブーメラン、後頭部キャッチの選手のお話をします。その人は、オリンピックに出場したいと日本政府に掛け合っているみたいです。これらの競技は、残念ながらオリンピック種目ではありません。でもなぜか、これらの競技にエントリーされている選手がいるのです。競技種目は、パン食い競争、阿弥陀くじ、インチキチキチキ猛レース、トライアスロン沖ノ島から竹島、借り物競争、世界外交恥かき競技、一人綱引き、一人バック走、一人仮想リレー、嘘つき競技、テコンサッカー、テコンバスケ、走り国外高跳び、やり逃げ競争、竹槍競争、ゴールポスト動かし競技、米中反復横跳び、旭日旗燃やし、レーダー照射競技、そして、ブーメラン、後頭部キャッチです。まだまだたくさんあるのですが、それはコメントに多分、書かれていると思いますよ。まあ、よくもこれだけの種目をエントリーしましたね。確かにすべて、金メダルの有力候補には間違いありません。そして、これらの種目全部にエントリーしているのは、そうです。大谷翔平選手ではありません。ムン大統領です。さてさて、果たして日本訪日が実現できるでしょうか。東京に必ず行こうとする任期末のムン大統領、成果のない屈辱訪日、世論心配。連日、賑わしているムン大統領の訪日したい発表。やはり、それには姑息な理由があったのですね。中央日報から。日米韓同盟を基礎に、対中、対北戦略を広げようとするアメリカの要求と関連がある。ムン大統領が残りの任期で、最も重点を置いている分野は、南北関係の改善だ。ところがアメリカは韓半島戦略の前提に、事実上、韓日関係の復元を要求している。これまで、竹槍か、などを前面に出して、反日感情を政治的道具として、利用してきたムンジェイン政府が、政権末になって北朝鮮との対話のためにやむを得ず、対日関係改善を、試みるものと見られる、とし、意味のない首脳会談で、成果なく対面だけを損なう可能性もあるとした。こんなところですよ。わかりやすいですね。アメリカが北朝鮮政策を実行するにあたっては、前提として、日韓関係を改善せよ、と言われていたのですね。米韓首脳会談の時、カニケーキを食べた時ですね。おそらく、アメリカから相当きついお叱りがあったに違いありません。こうなったら息の根を断つために、無視を決め込むことですね。点数を与えると、また調子に乗って、突き上がってきますよ。そんな人たちです。しかし、それでもさすがムン大統領、どうしても訪日をしたいということで、オリンピックの選手、それもブーメラン競技でエントリーするらしいのです。金メダル有力候補として、注目されている選手らしいですよ。知らんけど。そんなことより、政治とスポーツは分離しなければならないと言っておきながら、ムン大統領が日本へ行って政治をすることを望むダブルスタンダード。昨日のニュース7月12日では、ムン大統領の訪日するしない、というどうでもいい話が、また状況が変わってきているようですよ。テレ朝の報道7月12日です。そのままお伝えします。韓国外務省は、ムンジェイン大統領の訪日と、菅総理大臣との首脳会談について、格式が前提だとして、本格的な会談を求める考えを示しました。日韓首脳会談をめぐっては、今月末の東京オリンピック開会式に合わせて調整が進んでいると、すでに一部メディアが報じています。
これについて韓国外務省の関係者は11日、懸案解決への弾みと適切な格式が備わるという前提で検討したのは事実、と述べました。韓国としては、長時間の本格的な会談を行い、日韓の歩み寄りを演出したい考えで、日本側に釘を刺す意図があると見られます。その上で、協議の内容が、日本政府から報道機関に、一方的に流出している、と主張し、日本側に適切な情報管理を求めました。以上。協議と協議の間違いでは、ないでしょうか。テレ東では、韓国が日本へ不満をぶちまかしている報道です。これも7月12日の報道。どうやら、こちらのニュースが正しいようです。上の報道は、韓国からリークされて韓国におもねった報道のようですね。首脳会談検討の情報流出に、韓国は、日本に、強い遺憾。日本政府が協議内容を一方的な立場や、見解とともに、メディアに流出しているとし、強い遺憾を表明しました。その上で、こうした状況では、政府間の協議を続けることが難しく、日本側の慎重な対応を求める、と強調しました。以上の内容は、いつも韓国がよくやっている嘘リークですよね。韓国のリーク情報は世界一ですから。それを日本のせいにして、日本の会談を持とうとしているのです。よくわかります。補足ですよね。本当に煩わしいって、こういうことを言うんですよ。本日は、中身がないお話でした。くれぐれも走り国外高飛びだけはしないでね。そんな競技ないから。もういい加減、断った方がいいと思うよ。これについて韓国 T の反応は、至るところの韓国 T のコメントです。物乞いをする側が、一体何の警告をするというの？結局、反日感情の情緒を刺激し、政治的に利用したんだね。屈辱的な外交だよ。恥ずかしい。ムン大統領が日本訪問になぜそこまで執着するのか理解できないね。反日感情を最大限に利用したみたいだけど、もう好きにしてくれ。反日扇動しておきながら、なぜ今になって、あえて小生意気な奴らと、首脳会談を推進するのかな。日本に負けないと言っておきながら、もう勝手に反日して、退任してくれよ。ムンジェインが日本にしたことを考えてみろ。自分が不利な時は反日扇動をして、今は日本がなんだって。サイコパスなんじゃないの。一方的に執着して、首脳会談してほしいだなんて。一体何がしたいの？何も経験したことのない大統領が、中国には不服して返事を待ち、北朝鮮の金正恩には頭を下げて再考を祈り、日本には腹ばいになって越権を訴えてるね。スペインやオーストラリアに旅行に行って、最後に日本にも行きたくなってきたんじゃないの？招待もされてないのに、公式招請訪問だと嘘をつきながら。こんなのはコメディの水準だよ。国際的な恥さらし。お願いだから、来年の退任まで何もしないでくれ。国の災いだよ。本当に嫌い。日本に物乞いをするんだね。日本は首脳会談をしたくなさそうだけど。もう国民から、見透かされていますよね。同情はしないけど、哀れだと思ったのは、マリナだけでしょうか。映画、ブラックウィドウ。劇中、レッドガーディアンという、キャラクターが出てくるんだけど、韓国の俳優が、メガネかけてやれば、いいのにって思ったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。